雨だねー。お馬さんは雨でも元気そうだねー。そうだねー。あ、この辺には馬がいっぱいいるから、一匹くらい懐かせておこうか。そうだね、どの子がいいかな。できれば足が速い子がいいね。よくわかんないから、さっき窓の外にいた子にしよう。雨に濡れてかわいそうだったし。よし、じゃああの子を迎えに行くか。どっか行っちゃったりしてないよね。あれ、雨晴れてきたね。好都合だね。懐かせに行くよ。いたいた。手ぶらで乗ると乗れるよ。乗馬体験は初めて。お、来た来た。楽しいねこれ。サドルはないから操作できないけどね。次は逃げないように柵でもしておこう。わあ、柵作ってる間に夕方だ。さっさと終わらせてしまおう。よし、これで OK。ねよねよ。じゃあ、僕は周辺の探索でもしてくるか。今から、うん、この辺には面白いものがないからね。そう、じゃあ、気をつけてね。行ってきます。やっぱり眠いから本気出すのは明日から。そう言うと思ったよ。というわけで、牛さん捕まえようか。昨日周辺の探索するって言わなかったか。絶対言ってたよね。探索はするよ。でもね、食料がなくちゃどうしようもないんだよ。今のところパンには困らないけど、さすがに飽きるし、お肉と比べると、回復量が違うからね。それに、お肉お肉。この通り、小笠のやる気が違う。ん？まあ小笠がいいならいいか。見て見て、美味しそうなの連れてきたよ。見た目だけで美味しいかどうかは、よくわかんないな。小笠にしかわからない何かがあるのかしらね。オーライ、オーライ。はい、OK です。無事に連れてこれたね。ついでだから、羊も捕まえてこよう。割と近くに羊がいなかったな。周辺のは大体食料に変わったからね。川を渡らせるのは大変ね。そうなんだよねー。というわけで、カットしました。あとは連れて帰るだけだね。もう少しで日が暮れそうだから急がないとな。羊さん、急いでー。あれ、鳴き声が小さい。小笠、後ろ後ろ。後ろ。嘘でしょ。嘘だ！何が起こったんだ。ああ、そういえばこの辺狼がいたような。それを早く言いなさいよ。忘れてた。うぷ主、後で裏に来い。申し訳ございませんでしたー。わかればよろしい。この子が羊さんを買ったのかな。しょうがないね。弱肉強食だもんね。とは言っても、横取りされたんだけどね。今日はもう寝よう。今日こそは羊を捕まえるよ。昨日はうぷ主のせいで失敗したもんな。昨日のことは反省してるので許してください。まあ、もう過ぎたことだし、許してやってもいいぜ。はい。これからはちゃんと報告します。羊を連れてくるの大変だな。お、イカがいるよ。うわぁ。超イカ。1、2、3。ここだけで6匹かな。なんでここにこんなたくさん。なんかすごい水なのかな。マイクラ界にそんなのないはずだけど。確か隣にも水たまりがあったはず。何匹かこっちに来ればいいのに。こっちはほぼスカスカじゃない。どうしてもあっちじゃないとダメなんだねきっと。今回は無事に生還しました。これでやることはやったな。ようやく探索に行けるね。まったくだよ。そんじゃま、行きますか。やばい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 。まずはお前が落ち着け。あれは何？あれは、間違いなく海底神殿。何か見つけるまで帰らないつもりで、せめて村でもあればいいなぁとか思ってたけど、まさかこんなのが見つかるなんて。逆に言えばここに来るまで何もなかったけどな。いやぁこの収穫は大きいよ。意外と遠くにあったけどね。いつかネザーで繋げないとね。今は無理だけど、いつかここを、魔改造するのが楽しみだなぁ。で、結局海底神殿以外は何もなかったと。なんか、海底神殿見つけて満足しちゃった。それにしても、周りに何もないから、木綿豆腐目立つねー。家だけじゃ物足りないわよねー。そうだね。でも、今回は建築じゃなくてこのまま洞窟に行こう。前回行ってた階段のところのか。
そう、本当はちょこっと入ったんだけど、意外と広かったんだよ。広いとやっぱり探索のしがいがあるからね。それじゃあ、行きますよ。今回は何かいいものが出るといいな。地下空間でもダイヤモンドは出なかったんだよね。まあ、調べたところ、近くにスライムチャンクがあるみたいだから、掘ってれば出てくるでしょ。そうだね。ちょうど掘ってるところに、スライムチャンクがあったからね。このままスライムトラップ作ろうかなと思ってるよ。さあ、問題のところに着きました。確かにちょっとだけ松明が置いてあるな。結構、金とかエメラルドとかあったんだよ。あ、回収は安全が確認できたらちゃんとするからね。さあさあ、どんどん奥に行っちゃいましょ。いや、慎重に行くよ。突撃したら目の前にクリーパーとか嫌だからね。それをやってここで一回死んでますから。それこそ動画にすべきなのに。うん、本当に録画してなかったのが悔やまれるよ。なんだ今の鳴き声。クモだな。そうね、でも声はするのにいないっていうのは怖いよね。うん、ホラーゲーム並みに怖いよね。うく主はホラー苦手なくせにホラー見たがるよな。だって、好奇心には抗えないんだもん。ホラー映画を見て夜眠れなくなる人だもんね。うん、エナジードリンクよりも効くよあれ。そして、今は、心臓が口から出そうなくらいバクバクしてる。洞窟に来ただけなのに身を削ってるな。だって、いつ来るのかわかんないんだもん。しかも、視点は一人称だし。視点は変えればいいだけじゃない。いやだ、この視点が一番やりやすい。わがままだな。ホラー嫌いだけど見るって矛盾してるよね。さっきも言ったでしょ。好奇心には抗えないって。まあでも、鉄装備してるし多少は怖くないでしょ。鉄装備してるとはいえ、怖いもんは怖いんだよ。こっちは特に何もなかったね。ダイヤは欲しいけど敵に会いたくないな。洞窟にいるんだからそれは避けられないでしょ。あれ、なんか来た。いやあ、こっち来るなー。だから、落ち着けって。たかがチビゾンビ一匹よ。来るな来るな来るな。焦りすぎてまともにダメージ与えられてないし。くらえくらえくらえ。やってやったぜ。チビゾンビであれなら、先が思いやられるわね。じゃあ、今度は別の道行ってみよう。え、まだやんの。帰んないの。当たり前だろ、収穫がないんだから。おいもう帰ろうぜ。いいから行くわよ。そんなー。あ、マグマの先に見えるの、ダイヤモンドじゃない？ついに見つけたな。頑張った甲斐があったわね。ようやく帰れる。取る前に安全確認してからね。こがさ、なんかいるんだけど。危な、死ぬとこだった。自分からジャンプ攻撃して失敗してたぞ。もうやだよ、帰りたいよ。うく主がそろそろ限界ね。じゃあ、ダイヤ取って帰ろう。2個か。少ないけど。そんなことは今はどうでもいい。早く帰るよ。あれ、ダイヤ取ったのに実績解除されないね。うく主、前にダイヤ取ったことあったのか。いや、ないはずだけど、なんでだろうね。さあね、やっと帰れるぞ。ねえねえうく主。なに？ダイヤを取ったら帰るって言ったな。うん。あれは嘘だ。嘘だと言ってくれー。やっぱりダイヤ2個じゃ物足りないからね。限界を超えたうく主も見てみたいし。このドSどもめ、もう僕の心臓が持たないんだけど。頑張れ。限界の人に言うことはそれだけかよ。こんなことする奴はひどい目に遭うんだからな。いつか。ほうほう、やれるもんならやってみな。クソ覚えてろよ。あ、どっか行っちゃった。大丈夫でしょ。一応うく主だから。うく主が死んじゃったらこの動画も終わるからね。寝たいね。いいかお前ら、あの3人を全力で叩き潰すんだ。あ、ゾンビだ。一匹ならどうってことないだろ。確かにそうだね。それにしても、うく主はどこ行ったんだろうね。さあね、放っておいていいだろ。死ぬことはないし。用意しろ。ここもまだ来てないね。うく主の言った通り、結構広いんだな。全然探索しきれないよ。うわ、なんだ、スケルトンか。一匹だけならどうにかなるんだぜ。じゃあ、次に追い込んで、あとは切るだけ。くらいなさい。よし。さあ、続き。今度はなんだ、一匹だな。一匹ならいて。やばい、これはやばい。絶対、こんなところで死にたくない。スケルトンが攻撃してくる。危なかった。
くり食らってたら死んでたよ。今日はもう帰ろう。あれ、みんなそんなダメージ負って大丈夫？あ、うぷ主。大丈夫じゃないわよ。今日はもう帰るんだよ。その様子だとやっぱりひどい目に遭ってきたんだな。これでわかったでしょ。うぷ主を煽るとどんな目に遭うか。う、ごめんなさい。いや、うぷ主を煽るのとひどい目に遭うのは関係なくないか。まったく関係ないよね。お前ら、ま、いっか、早く帰ろう。そして、動画を締めよう。今回は洞窟探検会でしたが、どうでしたか？そりゃあ、もうひどかったわよ。途中でうぷ主いなくなるからな。それは君たちのせいでしょうが。まあ、いいや、今回の動画も、面白いと思ったら、コメント、チャンネル登録ぜひお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。